最近、アマゾン輸出始めてね、まずは無在庫でやってるんですけど、売れませんと。無在庫で稼ぐにはどうしたらいいんでしょうか。こういう質問が定期的に来ます。で、私の動画とかね、記事を見ていただければ、アマゾンは FBA を利用するからこそ売れるというのをね、言ってるのは、分かっていただけるかなと思うんですけど、でも、無在庫は根強い人気があるのも事実と。もしかしたらね、無在庫でやりたいなという方には、FBA がいいというのは目に入ってなくてね、Amazon が売れると、じゃあ無在庫でまず売りたいというふうにつながって結構質問が来てるのかなと思います。まあ、私が見る限りおそらく無在庫じゃ売れないと言ってる方とね、Amazon はやっぱり FBA だと言ってる方の割合っていうのは記事的には50、50、もしかしたらやっぱ無在庫売れないって言ってる方がね、6割ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけど、でも無在庫で、儲けたいという方はね、無在庫でもいけますとか、ツールを使えばいけますという記事が、まあ、真実だと。で、その通り、ね、ツールを使ったり、無在庫でたくさん載せてみたりやっても全く売れないというようなことになって、まあ、相談が来るという次第です。で、なんでね、無在庫が人気あるのかなと思うと、やっぱり売れ残りリスクがないからと。ね、ノーリスクで稼ぎたい。まあ、これが、一番の理由です。で、儲かる商品をね、出品して売れたら仕入れる。これはノーリスクだと。ただ実際はね、同じことをやる人が多すぎて売れません。で、出品作業を何百時間もしたけど、売れないのはリスクと感じないのかなというのをね、質問いただくたびに思います。で、実は、無在庫で稼ぐためには、在庫を持たない限りにね、効率よく人を動かすことができるとか、あるいは在庫を持たなくても儲かる商品を見つける目利き力ができるとか、まあ、在庫を持って儲けるより数段優れた何かの才能が必要です。まあ、初心者は在庫を持って Amazon FBA で販売した方がはるかに稼ぎやすいです。まあね、ただ、だからといって無理やりも在庫を持てというだけだとね、ちょっとどうかなと思ったんで、一つ、プランが思い浮かんだんですね。それを後でご紹介しようと思います。リスクなく、ね、ノーリスクで Amazon 輸出で稼ぐ方法、ね、今まで、いろいろ試してきた中で、ちょっと組み合わせを変えればね、できるんじゃないかなということに思い当たりました。まあ、ご興味のある方は、どんな話かなと聞きたい方は、こちらのメルマガにご登録して、チェックしてみてください。ご登録をお待ちしています。